今回は結婚相談所の婚活アドバイスを聞かなかったことについて話をします。私が婚活で失敗したことの2つ目は結婚相談所のアドバイスを聞かなかったことです。自宅から結婚相談所まで1時間半かかることから結婚相談所に行く気にならなかったこと、アドバイスを聞くことが恥ずかしかったことが理由でした。結婚相談所のメリットはいくつかあります。私が一番良いと思うことが、結婚相談所のアドバイスで交際中の2人がお互いの結婚の意識を高まった時にプロポーズできることにあります。どうしても男性、女性と結婚意識に差が出てしまいます。男性はすでに結婚したいと思っていても、女性はまだ結婚の意識がなく、男性のプロポーズに女性が困惑、プロポーズをお断りすることがあります。男性、女性の結婚相談所では、2人の交際状況を共有、男性、女性の結婚意識を確認し、ベストのタイミングでプロポーズすることができます。私は結婚相談所のメリットを生かすことなく、女性と思い違いの交際をして、交際中止になったと思われます。次回は、恋愛交際とお見合い交際について話をします。